皆さん、こんにちは。今回は、エクビーのニューモデル、ソランハイルーフをご紹介します。ソランの第1弾は、ハイエース、標準ボディ、標準ルーフをベース車にし、2023年のジャパンキャンピングカーショーで発表されました。続けて、2023年4月には、ハイエース、ワイドミドルルーフをベース車にするソランワイドを発表。そして、ハイエース、標準ボディ、ハイルーフをベース車にしたソランハイルーフは、ソランシリーズの第3弾となります。ベース車は、キャンピングカー用に自動車メーカーから提供されるキャンパー専用車を使用。外観は、ノーマルのハイエースとほとんど同じですので、日常用途で目立つことはありません。それでは車内に入ってみましょう。ハイルーフですので、天井高が高く、圧迫感の少ない室内になっています。こちらは、ソラン標準ルーフの室内。こちらは、ソランワイドの室内です。ソランハイルーフでは、天井高が高いので、オーバーヘッド収納が設置されているのが特徴です。レイアウトは全部にギャレー、後部はダイネットになっています。2列目に、段座のマルチモードシートがあり、3名が前向き乗車、就寝できますので、ファミリーにも対応するレイアウトです。前向きに乗車できるのは3名ですが、後部のベンチシートにも2名が乗車できますので、乗車定員は5名です。2列目シートは、通常の携帯のほか、レッグレストモードにすることも可能です。インテリアは、ソランやソランワイドと変わりませんが、スポットライトが、オーバーヘッド収納の下にも設置され、豪華な印象です。スポットライトは、それぞれをオンオフすることができますので、車内を好みの明るさにすることができます。オプションで、運転席と助手席のシートを、後部と同色にコーディネートでき、インテリアのトータルコーディネートが可能です。ダイネットモードでは、テーブルを挟んで2名が対座できるほか、ベンチシートもあり、広くてくつろげるダイネットが広がっています。対座ダイネット部はこのようにすると、足を投げ出してリクライニングすることもできます。逆向きでも可能です。ベンチシートも同様にリクライニングできますので、2名で並んでくつろぐことができます。ソランのダイネットは、様々な形でリラックスできますので、ちょっとした休憩時にもくつろぐことができます。それでは、ベッドモードに移りましょう。まず、テーブルを取り外します。なお、テーブルは、跳ね上げて固定しておくこともできます。次に、ヘッドレストを外し、座面を反転させ、背もたれをフラットにします。そして、クッションで中央を埋めます。最後部のリクライニングをフラットにします。2列目シートをスライドさせてドッキングします。ベンチシートは、固定しているジッパーを外し、背もたれを移動するだけ。ベッドサイズは、長さ1830mm、幅1500mm で、家庭用のレギュラーダブルベッドの幅より広く、3名が就寝できます。ベッドの最大長は 2100mm ですので、長身のユーザーでも窮屈感はありません。写真のシュラフは、新世代の人工羽毛を使ったフルフルという製品で、レクビーショップで購入できます。最後部は、自由な角度に設定できるリクライニング機構があり、リラックスモードでくつろげます。19インチのモニターも標準装備。フレキシブルアームで見やすい位置に移動できます。後部専用のスピーカーも標準装備されており、迫力あるサウンドで音楽を聴いたり、テレビを見ることができます。全部に配置されたギャレーです。エントランスの前は、広いスペースになっており、さらにハイルーフですので、立って調理ができます。エントランスの近くには、シンクとシャワーフォーセットがあり、シャワーフォーセットは、引き出して車外で使えます。シンクの下には、
各13リッターの給排水タンクが収納されています。扉は180度開きますので、タンクを車外から容易に出し入れできます。奥のキャビネットは調理台として使えます。ギャレーキャビネットの背面には大きな窓がありますので、明るいギャレーになっています。カセットコンロは標準装備され、調理台にセットして使用します。冷蔵庫は49リッターの横開き式を標準装備。冷凍室がありますので、冷蔵と冷凍が同時にできます。電子レンジも標準装備で、ここに収納されています。ギャレーキャビネットには引き出し収納を設置。カトラリーなどの収納に便利です。この引き出しはソフトクローズがついています。ギャレー上部にも収納を設置。照明もついています。ギャレーキャビネットの下は引き出し収納になっています。下の部分にはスリッパなどを収納しておくのに便利です。次に収納を見てみましょう。ソランハイルーフにはハイルーフを生かして両側にオーバーヘッド収納が設置されました。車旅では荷物が多くなるので、収納が充実していると車内がすっきりと片付きます。キャブの上部にも奥行きのある収納棚が設置されています。寝具の収納などに大変便利です。さらにサードシートの下も収納になっています。マガジンラックと上部にはオプションのペットベッドが設置されています。最後部にはラゲッジスペースが用意されています。背の高い積載物も積めるので大変便利です。オプションですが、車外にも収納を設置できます。汚れたものや濡れたものを収納しておくのに便利です。空調は最新式のエアコンが標準装備されます。収納時は薄くなり邪魔になりません。エアコンの室外機は車体後部の床下に設置されています。 FF ヒーターも標準装備。秋口から春先まで必要で、車旅には必需装備です。 FF ヒーターのコントローラーはエントランス上部にあります。ソランハイルーフではベンチレーターも標準装備されます。ベンチシートの下は電装系が収納されています。200アンペアアワーのリチウムイオンバッテリー、走行充電、外部電源入力と充電機能、1500ワット制限波インバーターを標準装備。外部電源入力端子はここに取り付けられています。薄型の236ワットソーラーシステムも標準装備されます。サブバッテリーのモニター、 USB 電源、12V 電源コネクター、インバーターのスイッチはオーバーヘッド収納の一つに設置されています。いかがでしたか？ソランハイルーフは高い天井高を持つため、長時間車内で過ごす車旅に適しています。冷蔵庫や電子レンジ、エアコンや FF ヒーター、そして豊富な収納は快適な車旅を約束します。ソランハイルーフの車体寸法は全長 4695mm、 幅 1695mm、全高 2360mm です。ソランハイルーフの仕様と価格は下の説明欄をご覧ください。価格などを含めたさらに詳しい比較表はキャンピングカーファンのサイトでご覧いただけます。最後までご覧いただきありがとうございました。